どうも、ショウです、今日はですね、久しぶりのビーズのチケット、当選動画として、お送りさせていただきます。今日はビーズクラブジムの方の、チケット抽選発表日ですね、今日の12時からだったんですけれども、さっきツイッターで誰かが当選したっていう、内容を見てからですね、あ、そういや自分もこれ取らなきゃって完全に忘れてたんですね。というのもガーデンシアターの千秋楽が当たってるので、それとプラスでなんかこう取れればいいなと思ったんですけれども、ちょっと最近忙しくてなかなかこうチケットのこととか全然頭になかったんです。だからたまたまさっきツイッター見てね、気づいたので、ぜひこちらで確認の方をしていきたいと思います。一回当たってるから感覚が麻痺 してるんですけれども、やっぱり激戦っちゃ激戦ですからね、そう考えると、厳しいんですけれどもね。はい。今、クラブジムのサイトの方にね、入りましたので、じゃあ見ていきますか。よいしょ。では、ログインしてからね、早速見ていきたいと思います。ログインが、僕の方で。ちなみに、ゼップ東京も今回申し込んでるんですよ。一応、一人で。一人で申し込んでて、一人だったら逆に当たるかなと思ったんですけども。なので、第一候補というのが、確か、ガーデンシアターの前日かな、千秋楽の前日の方を息子と二人で行けるように。で、あとは、ゼップ東京で二日分、確か一人で申し込んでるはずですので。さて、結果を見ていきます。あれ？息子も一緒だったかな？はい、今入りました。では、チケット。待って、こうやってね。こうやってやっとこうか。待って。怖いな。ちょっと待って。これどうやって見た？ちょっと待ってね。マイページいきます。はい。マイページ。んで、チケット申し込み履歴。はい。見ちゃダメ。上から順に行こう。抽選結果お知らせがあります。はい、抽選結果のお知らせがあります。押しますよ。それでは行きます。3、2、1、来い。はい、せーの。おお、そう、やっべえ、見えるかな。はい、第一希望、2020年6月10日、東京ガーデンシアター、2枚、SS 席、当選しました。イエーイ！イエーイ！あかん、これ。やべ、震えるドキドキする。人生2回目の SS 席だ。え、やっべ、やべ、頭がクラクラする。ちょっと待って、酸素が足りない。待って、え、待って、やっば、え、で、うっそ、やっぱ奇跡や。やば、いや、当たりました。しかも SS 来たわ。嘘だろ、マジかよ。支払いは何これ。いやー、
はあ、やーべえ。待って待って、動画の尺的にもそうなんだけど、うわー、こう、うわこれはね、はい、といったところでどうあの動画を締めようかっていう悩みもあり、かといって なんて言うんだ言葉が出てこないっていうのはこういうことですね。はい、といったところでですね、今回なんと稲葉サラスライブツアー2020のガーデンシアターですね、東京ガーデンシアターの6月10日の方、なんと SS 席で、当たることが、すげえな。すげえぞ。当たることができました。うわー、これはね、子供が喜ぶな、これ。はい、といったところで、多分ね、バーミリオンカードの方で申し込みしてるので、自動的に引き落としされるかと思います。は平日や平日、いや息子多分超喜ぶだろうな。はい、 SS 席ね、皆さん当選しました。はいはい、本当ごめんなさい、言葉が出ないからすごいショックというか、そのショックっつうかね、びっくりしてますはい、といったところでね、動画、なんか言葉がないままちょっと結構時間が経っちゃったんですけれども、今回当たることができました。ということで、東京ガーデンシアターの方が2連チャンですね、2日間連続で、参戦することが確定これでしましたので、ぜひね、劇場でお会いできたらなと思います。劇場というか行ってることがよくわからないんですけれども、はい、といったところで、バーミリオンカードで多分今回決済するので、やっぱりね、バーミリオンカードで申し込むと当たりやすいっていう、何そのジンクスじゃないや、その噂というか、まあそれが今回若干自分の場合は確率が上がったといった形になりますね。バーミリオンカードだとSS 席が当たりやすいという一つのまあ迷信じゃないですけれども、そういった噂通りの結果ができましたので、まだ、あ、もしまあ次のライブジムとかで、申し込みされる方っていうのは、もしかしたらバーミリオンカードの方がいいのかもしれない。バーミリオンカードで SS 席ね、しかもこれクラブジム第二次抽選なのでね、まさかの第二次抽選で SS 席、しかもちっちゃい会場ですよ。確かガーデンシアターって8000人ぐらいしか入らなかったと思うので、超近いんじゃないかな。ぜひね、このライブレポを皆様にね、お届けしたいと思いますので、こちらの方、楽しみにしていてください。はい、といったところで今日のね、動画終了させていただきます。SS 席当選おめでとうと思う方はですね、いいねとチャンネル登録ボタンの方をぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、すげー、びっくりした。いやー、びっくりしました。ごめん、なんだろう。ザワールドが発動してますね。時が止まってます。はい、といったところで、また次回の動画、次回の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。